ああ、この番組のメンバーもみんなカップルになって卒業しちゃった。もう私だけじゃん。新メンバーそろそろ追加されるって聞いたけど。ええー、どんな人だろう。はーい。どうぞ。あ、どうも。スタッフさんですか？いや、新メンバーで来ました。新メンバーの、はい。すいません、スタッフさんだと思っちゃった。間違えちゃった。ごめんなさい。あら、どう、荷物とか。荷物、とりあえずここ、置いてください。あ、どうも。どうぞ座ってください。一人ですか？もう私一人になっちゃって。あ、そうなんですそう。ね。どうぞ。座ってください。おじさんだ。すごい T シャツ着てる。はじめまして。私、タカコって言います。お名前は、西本って言います。じゃあ、西本さんがいいかな、西本くんがいいかな。タカオちゃんは年いくつ？私22歳です。42。42？ だから、そうなんだ。敬語の方がいいと。ごめんなさい。すいません。年上だから。はい。うん。じゃ、西本さんって呼ばせてもらいます。西本さんは、普段お仕事何されてるんですか？言いたくない。はい、言いたくないな。大丈夫？大丈夫ですか？大丈夫ですか？寒かったから、寒いですよね。ね、寒くなってきましたし、半袖寒くないですか？大丈夫ですか？西本さん、くしゃみ何回も出ちゃう人だ、西本さんって。おしゃべりだね。なんか、おしゃべりだな。ごめんなさい。すいません。なんかその新メンバーが入ってくるってことでテンション上がっちゃって、今私ここ部屋一人で、ずっと寂しかったんで、なんか、新メンバーにテンション上がっちゃって、すごいおしゃべりになっちゃいました。ごめんなさい。すいません。そうなんだ。はい。お仕事サラリーマンとか、なんか、そういう、普通の、会社員。いや、あんまり、仕事してない。お仕事してない？そうなんだ。だから、あんまり言いたな。すいません。そうなんですね。別に、全然いいと思いますよ。そういう時期があって。はい。私は別に仕事してないって言っても、すごい疲れてるのかな。疲れてる。寝ちゃった。すごい疲れてる。なんでこんな疲れてるんだろう。西本さん。ごめんなさい。寝る？なんか、ここで寝たら、風邪ひいちゃうかなと思って。すごい疲れてるから。今日なんか忙しかったんだ。なんかここ来るまで。今日ずっと寝てた。家で。ずっと寝てたんですか？この時間に来てくださいって言われてて、スタッフさんに。それまでこう寝てようと思って家で。で、はい。ずっと寝てると、もうね、眠くなっちゃうから。逆に寝すぎたらね、ずっと体だるくて眠くなっちゃいますよね。わかるわ。私もなんかこの前その現象起きた。盛り上がらないな。
あ、そうだ、西本さん。今日、せっかく、まあ、新メンバーということで、私、なんか、ご馳走しようかなと思うんですけど。ああ。はい。じゃあ、何がいいかな。あ、ピーマンの肉詰めとか、どうしようかな。あ、ちょっと、ごめん。あ、はい。あ、そっか。ちょっと苦手なものとか、あります？なんか、ピーマンとかダメだったかな、うん、あ、いや、肉が。肉がダメなんだ。うん、苦手で。肉全般？肉全般。肉全般ダメなんだ。うわぁ。どうしよう。パスタ。パスタ作ろうかな、じゃん。小麦苦手で。あ、小麦も苦手なんだ。うん。難しいな。卵も苦手で。卵も苦手なんですね。だからパスタ。無理なんだよ。ごめんね。作ろうとしてくれてんね。申し訳ない。あ、いえ、何がいいかな。難しい。難しいね。じゃあ好きな食べ物ってあります？なんか、頑張って作っちゃうかな、私。ラー油を、小皿に適量を垂らして持ってきてもらえれば。ラー油をうん、ラー油を。小皿に。そう。はい、ラー油を小皿に適量を垂らして、持ってきてくれれば。それちょっと手作り料理持ってきてくれれば。それでもラー油は、スーパーに売ってるやつ、で、いいんですか？わぁ、スーパーに売ってるやつで、全然大丈夫。と、ご飯ってことですか？うん。ふうとご飯。ご飯があれば。何言ってるんですか？だって、せっかく、新メンバーとして、この部屋に来たんだから。見たことあるのよ。うん。この番組で、あ、ですよね。新メンバーが入ってきた時に。はいはいはい。みんなでね、お祝いでいろんななんかこう。そうなんです。これやってるじゃん。メンバーみんないるときは手巻き寿司とか一緒にして食べたりしたんです。あ、生臭いから俺。魚食べれないんだ。うん。だから、小皿にラー油を適量垂らして、それを持ってきてくれれば。俺、舐めるから。舐める？うん。ラー油好きなんですね。ラー油は唯一、好きだね。じゃあ、ラー油が入った料理とかが好き。あ、でもそっか。餃子は、そっか、ダメだもんな。お肉入ってるし。ダメだ。もういろいろダメだ。じゃあ、ラー油買ってきますね。うん、まあ、でも無理しなくていいよ。全然。大丈夫。でも、ラー油、じゃあ、ラー油買ってきます。うん。まあ、後でいいよ。ああ、でもあれですね、なんか早く他のメンバー入ってきてほしいですよね。やっぱり、私もここ、恋人を作るために入ってきたんで、うん、西本さんも、やっぱ彼女を作りたくて入ってきたんです。ですよね。はい。僕はね、正直、まあ、彼女とかも、大丈夫なの。とりあえず。でも、この番組の趣旨としては、やっぱここで新しい出会いを求めて、カップルに成立したら、この部屋卒業っていうことじゃないですか。いやー、とにかく、寝れる場所が確保できたと。今回、寝れる場所ができたなっていう気持ちが、寝れる場所って別に自分家でもいいじゃないですか。いや、自分家も出されて。この前。この前？うん。じゃあ今、家ないってことですか？ああ、そう。え？いや、ないよ。今。だから家がないから、
その、今回、こうやって、帰れる家があるという、その、寝る場所があるっていうところが、すごい、良かったなって思いますね。うん。寝れる場所があるっていう。え、じゃあ、その、彼女とかは、特に、その、求めてないってことなんですか？うん、うん。もうあの、もう罰4だから、こっちは。罰 4？ うん。子供いるから。子供いるの？そう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 。ええー、ああ。罰4で子供いるんだ。ああ。でも、さっき、西本さん、ここ来るまで寝てたって言ってたじゃないですか。ああ、それだから、友達のところで。あ、友達のところで。そうそうそう。え、だから、もう、本当に、この、寝れる場所があると。ああ、それが、一番嬉しいかな。うん。そうなんですね。うん、あ、まあでも、この番組がね、もし終了とかしちゃったら、ここ出てかなきゃいけないんですよ。だからそれまでに頑張って彼女を作って、卒業した方がいいんじゃないですか？もうなんて？え、あ、聞いてなかった。なんか番組もいつ終わるかわかんないし、それまでに彼女作って卒業した方が、いいんじゃないかなって私思いますけどね。いや、わかんないでしょ。盛り上がんねえな。おのおの頑張りましょうね。うん。じゃあ、うん。私は私で、うん、ちょっとまた新しい出会いを見つけて、うん。頑張ります。うん、はい。頑張ってください。リタイアしようかな。え？うわ、なんか来た。え？うわ、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 うわ。ジェラードチャンネルだ。押し通る。なんだあいつ。